ではここで速報です。家庭で育てたものの可能性があるということです。札幌市は今日、行者ニンニクと似ている有毒植物のイヌサフランを誤って食べた2人が死亡したと発表しました。札幌市によりますと、今月上旬、イヌサフランの誤食とみられる食中毒で2人が死亡したことが分かったと道警から報告がありました。札幌市保健所が調べたところ、イヌサフランを原因とする食中毒と断定しました。イヌサフランはアルカロイド性有毒成分のコルヒチンを含んでいて、嘔吐や腹痛、下痢、痙攣などの症状を引き起こします。イヌサフランの葉は行者ニンニクなどの山菜と、また球根がミョウガ、ジャガイモなどと間違える例があります。道内で過去10年間に行者ニンニクと間違えてイヌサフランを食べた例は8件発生しています。